こんにちは、億万長者合宿欄の皆様、速稼塾の久保です。今回の話題ね、テキヤにしますね。テキヤのくじがあるじゃないですか。あれに当たりくじは入ってるのかどうかっていうことなんですよね。これね、どういうふうに言えばいいのか本当に迷うんですけども、私はね、大学生の頃にテキヤを3年ほど経験したんですよね。まあ、テキヤって言ってもね、夏祭りの時ぐらいしか呼ばれなかったんで、3年といっても3年間丸々ではなくて、本当にね、3、4日を飛び飛びで3年間なんで、そんなに長い日数はやってないんですよ。だ、そこでね、いろんなことね、学びましたね。自分たちの見えてないものがたくさん見えたし、それからテキヤをやる側にもきちんとした道理、理屈があるなってことなんですよ。で、それをね、ここで話すとちょっと長くなっちゃうんですけども、端折って言うと、確かにね、テキヤのくじに当たりはいつも入ってるわけではありません。例えば開催期間が5日だとしたらね、お祭りが、そしたらどこに当たりくじを混ぜてくじをお客さんに引かせるのかってことを、くじを出してる方が選ぶんですよ。だからひょっとしたらね、4日間連続で当たりくじを入れずに最終日だけ入れてる可能性もあるんですよ。これなんでかっていうとね、当たりくじを最初に引かれちゃうと、残りの4日間ってもう当たりがない状態でやらないといけないじゃないですか。それこそお客さんに申し訳ないかなとかね、そういう感じが生まれるんですよ。まあ、ですんで、一番今日はお客さんに当たりを持っててほしいなって時に当たり券をポッと入れるんですよね。じゃあそれはインチキなのかなと。例えば5日間の開催期間の中で当たりくじを入れてない日が1日もなければインチキだと思うんですよ。でも入れてる日もあるんですよ。でそれすらもくじなんですよね。当たりくじの入っていない日に来店されたお客様、当たりくじをたくさん入れてる日に来店するお客様、そういうふうな形でこっちはコントロールするわけなんですよね。で当然ですけども、くじっていうのは当たりがたくさん出ちゃうと店の儲けがなくなっちゃうんですよ。ですんで店の経費とかね、人件費とか、みかじめ料とか、あらりを一定量確保しながら当たりくじを必ず混ぜて、必ず誰かに当てさせてるんですよ。そうなんですよ。開催期間の中で当たりが出ない日っていうのは基本的にないんですよね。まあ、だから絶対誰かに当たってるんですよ。ただそれは毎日当たりくじが入ってるということではないんですよね。まあ、この辺ちょっと伝え方難しいんですけどね。でそれを YouTube とかで私見たんですけども、これをやったらね、テキヤが成り立たなくなってくると。で本当にね、当たりくじを毎回入れるようなことをさせて、それがね、正しいのかもしれませんけども、そうなった結果テキヤが営業できなくなって、まあ、全国で撤退が始まるんですよ。もう儲かんなかったらテキヤさんもやらないですからね。屋台を組んでね、それからもう何ですか、いい男衆がこう番台立ってね、で1回のくじ100円から500円、いろいろありますけども、まあ儲かんないわけですよ。儲かんない中で、まあ、いろんな経費もかかったり、上納金もあったりとかしてね、下手したら赤になるんですよね。じゃあ赤が続いて、まあ、こう言ったら語弊があるんですけども、まあ、多くのお客さんが期待するような真っ当なくじとか真っ当なバイをやって、それで赤字が出たらテキヤがなくなって、お祭りがね、テキヤなしになって、それでいいんですかって話なんですよ。どうですかね。確かにテキヤはきちんと売上申告もしてないし、納税をもしかしたらね、ちょろまかしてる部分があるかもしれません。でもどうなんでしょうかね。真っ当にやってテキヤがなくなる方が皆さんにとっていいのか、それともテキヤはある、そして屋台がある、祭りのにぎわいがある、綿菓子もあるし、金魚すくいもあるし、なんかインチキ臭いね、なんかブレスレットとかも売ってる、そういう風なにぎわいの中でお祭りっていうのが構成されてるのが、あ、日本の祭りっていいなってなってるとしたら、それはね、暴くべきではないところなのかなと思うんですよ。暴くのは簡単です。そして自分がヒーローになって再生数稼ぐのはね、それは簡単なんですよ。多くの視聴者さんからも喝采が上がるでしょう。でもその結果、ちょっと長い目っていうかね、3年5年のスパンで見る、まあ少なくとも10年のスパンで見ると、テキヤはもうバカバカしてやってられなくなるんですよ。で、なくなってしまうと。まあちょっとね、表現がすごく難しいんですよ。これね、あくまでも営業する側の事情ですから。でもう一つはあれですね、ぼったくりバーですね。ぼったくりバーも今 YouTube が入ったおかげでどん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 なくなっていると思うんですよ。ぼったくりバーが成立しにくくなってきます。それはもしかしたら真っ当な商売にどん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 向かっているんではないかなと思いますけども、じゃあ仮にですね、まあ、新宿歌舞伎町でも何でもいいんですけども、ぼったくりバーがもう 0% ですと、安全な街です、そうなった時に、じゃあ今度はぼったくりバー潜入っていうネタはもう永遠にできなくなるんですよね。
これね、だからどういうふうに言えばいいのかな、なんかちょっと危なっかしい街に行ってるわけですから、危なっかしいことが起きるのも込みで楽しみなのかなっていうふうになんかね、複雑な思いがするんですよ私は。もちろん人が死んだりとか誘拐したりとかね、とてつもないやつはあれですけども、じゃあお財布の中に入ってる5万円がね、あの3000円ポッキリって聞いたのに、お前5万円出せって言われて5万身ぐるみ剥がされたみたいなのは、確かにそれは良くないことかもしれませんけども、なんかいやーなんかぼったくられちゃってさーみたいな感じでおどけてる人っているじゃないですか。じゃあその人はどうなんかなと、私はねある程度、まあでもねあまり言いにくいですねこれはね、さすがに YouTube で言っても、まあなんかねその危なっかしさもう込みで夜の街ってのはできてるのかなと思うんですよ。それはもう再現を超えてね、覚醒剤打たれちゃったとかそういうのはちょっと別ですけども、ちょっとね料金とは違う、なんていうんですか、ぼったくりソフト居酒屋っていうのがあるの知ってますかね。それはね会計に1割増しぐらいでこっそりと頼んでもないメニューをね2とか3とかに組み入れられたりとか、あとなんか微妙にねなんかテーブルチャージ1500円とかって入ってるんですよ。だからちょっとだけぼったくられてるみたいなね、ソフトぼったくり居酒屋みたいなのあるんですよ。でこれは払ってる方も気づかないで、営業してる方はしめしめ気づいてないぞみたいな感じで儲かる。で、まあなんかね表面だって被害者は生まれてないみたいなのがあるんですけども、なんかねなんと言いますかね、なんか全てが正しくっていいのか、なんか妙な感じですけど私が言うのもね、私はどうもねなんかこう割り切れないところがあります、あのくじを暴いてしまうっていうのはね、もともとまあ何行き当たりばったりっていうかね、口から出まかせをやってるわけですよ言ってみれば、バッタ屋なんていうのね、あバッタ屋っていうか敵屋っていうので、拾ってきた雑誌を100円で売るわけじゃないですか。それはもう犯罪ですよね正確に言うと。でもそれをある程度この社会の中で黙認することによって、まあ、スムーズに動いてるところがあったりなんだりするのかなとか思っちゃったりね。で最後になりますけども、ちょっと今回の動画の最後になりますけども、私はねすごく不安視してることがあります。今どんどんね暴対法のおかげでいわゆるヤクザ暴力団こういったものがね活動しにくくなってきてます。それは片っぽではいいことなんですけども、じゃあそうなった結果何が起きてるかっていうと、日本ではないマフィアヤクザみたいな方がですね、昔日本の仕切っていたそのエリアをね、縄張りをですね侵食してるっていう事実なんですよ。今日本のいわゆる、まあ、ヤクザさんというか暴力団と言っていいのか、反社会勢力っていうんですかね、ああいう言い方すればいいのか、まあなんか2万人を切る勢いなんですよ。なんかほんとね30年ぐらい前の20分の1ぐらいになってるんですよ。20分の1ぐらいになってほとんどの人はもうお金がないと、で活動がほとんどできないと、で銀行口座も作れないし車も持てないし、で住処も賃貸持てないしね、ほとんどできないんですよ。でそこを抜けても5年間はそれがついてもあるんですよね。ものすごく社会的にハンデがあってもう活動ができない状態になってるんですよね。でそこに何が入ってくるかというと、いい人が増えたんじゃなくてもっと悪い人たちが入ってきて歯止めが効かなくなってきたってことなんですよ。でもともとこれね本当に言い方難しいんですけども、正当化するのかって言われちゃうとねなんか難しいんですけどもね、いわゆる反社会勢力と日本で言われてる人たちっていうのは、日本がね戦争で負けた時にものすごく治安が悪くなったんですよ。で警察はほとんど機能しないし、でも民間人がね日々、強盗にあったりとか殺されたりとか誘拐されたりとかね、ひどい仕打ちを受けていたところにもう我慢できないって言って、民間人の中から国家権力ではない、その社会勢力がね立ち上がってきて、国民弱いものを守るためにそういった外国の圧力からね、外国の無法から国民を守ろうと思って立ち上がってくれたんですよ。だからそれがなんか任侠道の始まりなんですよね。弱きを助けて強きをくじくですよ。なんかその外国勢力のすごいね無法から体を張って、自分たちの町の仲間を守ってくれた、ね、力の弱いものを守ってくれた。だからその時はいわゆる反社会勢力っていうのは警察や国家ですら期待する社会勢力だったわけですよね。であるねそういった名のある、グループの組長が一日消防団員かね、一日警察署長みたいなのに迎えられるぐらいね、そのぐらい、
まあいい関係だったんですよね。で時代が過ぎてどんどん平和になって、そういう人たちがねいらなくなってきて、でいらなくなってくると今度はそういう人たちを追い出そうみたいな感じになってきて、今はだんだんいなくなってきたわけなんですけども、でいなくなる、ただいなくなるだけならいいんですけども、グローバリズムのおかげでですね、外国からちょっと怖い方たちが、その日本の怖い方たちがいなくなった分幅を利かしてきてね、私たちはよりもう惨めになってきたということなのかなとかね思っちゃうんですよね。まあだからね、結論まとめになりますけども、いいことだけで世の中ができると本当にいい世の中なのかな、ちょっと難しいんですよねこれがね、ということをね今回吉田さんの動画でちょっと思い出しちゃいました、思い出しちゃいましたんでポロッとね話させていただきました。いや長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと表現しにくくて口足らずですいません。本当この中でねいろいろと渦巻いてるものがあるんですよ今私は、これからねもしかしたら民間人の中で自警団っていうのもいるかもしれないですね、どうなんでしょうかね。はい、では行ってらっしゃい。